はい、大楽の窓です今回の話題日朝戦争などない与党議員の発言が国家の根幹を揺るがす今回はこちらのニュースについて突っ込んでまいりたいと思いますさっきの大統領選挙で惜しくも惜しくも僅差で負けてしまった反日政党希望の星ともに民主党でありますけれども 文前大統領が仕切っていたところでありますよね。今現在の代償は、日本の報道ではこれ、美罪名とこのようにね、漢字で表記されることも多いわけでありますけれども、この人がもし勝っていたらと思いますよね。保守政党と言われる現在の国民の力なんかよりもよっぽど、 すっっきりさっぱりさぱとしたた日韓関係が続いていいてことと思いますそれどころかこの「リ・財イ今回の記事ではカタカナでイ・ジェミョンとこのように、ね、表記されておりますけれどもこのイ・ジェミョン代表であるならば文前大統領以上にガンガン反日を続けてくれていたことと 思います。なんだか今の政権は本当に中途半端で日本に歩み寄りを見せつつ裏では相変わらず反日をやるというね、そういうせこい古息な感じがするわけであります。例えば竹島周辺では海洋調査などもそうでありますよね。就任直後からこれやっております。本当にね、こういうところがなんだかこう気持ち悪いというものでありますけれども、 さて、今回の話題でありますけれども、先ほどのイ・ジェミョン氏は、日米韓による共同訓練、これからやるぞという話でね、持ち切りでありますけれども、こんなものはね、もってのほかだということで、極日期が朝鮮半島に再びかかることがあり得るなどと、 主張しているようでありますまあねこれもね安定の反日持論をですね展開しているということでね微笑ましい限りでありますけれどもまあただこんなことばっかり主張されていても日本の方こそ迷惑なのでさっさとアメリカさんに言ってねうちはやめると言ってほしいところなんですけれどもねまあこのイ・ジェムンさんが本当にね大統領だったらおそらくこれ おとぼらしくく言ってくれてれいたかもしれませんただ現政権はそうはいかないということでこのイ・ジェミョンの主張に対して国民の力チョン・迅速なるですね。この人は非常対策委員長こういう肩書きの人だそうでありますけれどもこの人はさらに日韓議連の会長もやっているという人だそうでありますがこの人が2022年10月11日に SNS 上でこんなことを言ったということであります「朝鮮はなぜ滅びたのか日本軍の侵略で滅びたのか朝鮮は内部が腐りそれで滅びた日本は朝鮮王朝と戦争をしたことがない」というねこういう発言それからさらに続けます「朝鮮王朝は無能で無知だった日本は国軍をかけて清とロシアを武力で制圧し 倒れゆく朝鮮王朝を飲み込んだ朝鮮は自らを守る力がなかったということでねダメですよねこんな本当のことを言っちゃうあちらの国会議員がまあこういうことを言えば当然怒られるということになりますよね一斉に指南の声を浴びることとなったわけでありますけれども中でも。 例えばですね、この人ですね、この人は面白いことを言っております。同じ国民の力ですよね。その、その議員だった前、ユン・スン・ミン議員ということであります。今はね、もうこの人は国会議員じゃないということでしょうね。この人の発言。はい。日本は朝鮮王朝と戦争したことがないこれが我が党の。 市場対策委員長の言言葉かここんなことをねままずは言っております日本が朝鮮半島と戦争をしたことがないという発言に向こうの人がひっくり返るということでありますよね。本当に笑ってしまいますけれどもそれからまだ言いますイ・ジェミョンのマナに翻弄される浅はかな発言とこんなこともね言っておりますけれどもいやーこれね イ・ジェムンは別に引っ掛けであんなことを言ったつもりはないと思いますけれどもね本当は親日だという話もねこのイ・ジェムンさんの方でありますけれども本当は親日じゃないかという噂もありますが裏ではですけれどもねまあただそんなことはさておき 国民に対するキャラは反日姿勢、あのまんま丸出しだということでね、それを普通に展開しているだけではないかと思います。それから今の人はさらにね、こんなことも言います。李安 陰・イン東中は何のために命を捧げたのかとまあよく言うわけでありますけれども李承信ってね向こうの人はねよくこの名前を出しますただねいつの時代の話なんだということでありますよね。韓国併合に関する条約というね国家間の条約として国の代償が調印までして決めた。 日韓併合でありますからねそんなことすら向こうの議員は知らないんでしょうかねそれが何でいつの間にか侵略戦争に変わるのかということであります。 まあただですねそんな条約があったというとですね向こうの人らはですねそもそもそんなものにさえ反対だったとこう返してくるわけでありますけれどもそれはオタクらの内輪もめの話でしょうよということですよね日本には何の関係もない無関係の話であります現在の中国やモンゴルなどの支配下で常に抑圧されてきたのでせめて最後ぐらい最後というのは今の話でありますけれどもね 最後くらいは立派な独立国なんだとこのようにね言いたいんだと思いますけれども日本にとっては実に迷惑であります。今回の正直議員さんですよね この人は腐って潰れたと言っておりますけれどもそれはまさに今でもね今でもその状態に続いていると思いますただ向こうではこういう正しい方向に導こうとするこういう発言をするとすぐさま潰されるということですよね例えばこんな世論になるわけです向こうのの韓国の反応でありますけれども そんなに日本が良ければ日本で暮らせとこんなことを言いますけれども全くもって迷惑ででですよねなんん日本に押しし付けるんでしょうかそれから日本で親日をしてもお金にならないが韓国で親日をすればお金になるからなこんな意見もありますけれども。 反日ビジネスの方がよっぽど儲かるでしょうよと思いますよね。私は別にこのちょんなる人物を擁護するつもりは全くありませんけれども、反日政治家や団体が一体これまで日本からいくら、いかほど持っていったかということであります。そういった利権が潰されては困るから、 こうして今回のようなですねんなる議員が何か言うとそしてそれがまともな意見であるならばみんなして一斉に叩いて潰すこういうことですよね。そういうシステムを向こうの政治家が長年かけて作り上げているこういう状況だと思いますそこに多くの国民は気づいていないで乗っかってね踊らされているということですよね。それから チョン・ジンソクの父親も日程共戦期に親日派だった血は争えない議員の資格を剥奪すべきだとこんなことも言いますけれども日本でもね接収はありますけれどもこの人もねそういうことだったということですよねまあ日頃から日本による朝鮮半島の統治日韓併合は日本による植民地化だと。 こんなことをね騒いでいる彼らでありますけれどもあちらの国の教育にしても大東亜戦争で日本と韓国は戦ったさらにはですね朝鮮戦争でも日本と戦ったそしていずれも連合国が助けにやってきて日本を追っ払ってくれたこんなことをですね向こうでは向こうの子どもたちは教わっているこんな話も私は聞きます。 ただ、そこまで露骨だといつかボロが出たらまずいと思っているんでしょうかだからこそですね例えば慰安婦だ徴用工だ共制連合だと騒いで三一運動なる反日テロ活動を自分たちの独立運動だと言い張ってそして憲法の全文にも掲げるわけであります。 ただそれでもまだ主張としては弱いと思っているのかどうか知りませんが先ほどのように李俊信なるねいつも時代の人だと思うわけでありますけれどそんな名前を出して秀吉の時代から日本はねずっと攻めてきたそして近代にまで至ると言って話をごちゃ混ぜにして主張している本当にわけがわかりませんけれどもこういうことをずっとやっているわけですよね。 そうしてとにかく日本は敵なんだという教育を国民はすり込まれているこういう状況が続いているわけですしかしながら今の時代それこそネットをちょちょっと調べるだけでもそんなことは嘘っぱちだとすぐにもう分かりそうなものでありますけれどもやっぱりこうして洗脳されるというのは怖い話でありますよね実に特殊な地域だと思います。 例えば今私が住んでおりますこちらタイでは戦後からの話で議論されることはあってもこんな感じですよねこんな投稿をご紹介いたしますけれどもこちらですね第二次大戦で枢軸国だったタイは終戦直前まで日本と同盟関係にありましたしかし終戦後タイだけは敗戦国としての立場を免れた 一緒に戦った仲間を置き去りにして自分たちだけが生き延びたタイに日本は怒っていないでしょうかそれともそれが原因で関係破綻の時期があったのですかというねこんな投稿が近々ありましたこれについてですね例えばタイの人はこんなふうに返すわけですよね。合衆国は現場を投下しましたがそれでも日本とは今も良好な関係。 タイなど彼らにとっては小さな話ですというねこういうふうに返しておりますけれどもそれこそ日本もですね敗戦処理でですね眼中にないということもあったのかもしれませんそれどころじゃなかったよという状況だったと思いますよね。それかかからら日本はタイがと参戦すする意思などなどっったたことを知っていたからです 関係が危ぶまれたのは72年に反日運動があった時ですというねこんな意見もありますこれはね以前の大落の動画でも何度か言及してまいりましたけれどもざっくり言いますと当時の政府の政策失敗を日本に八つ当たりしたそんな感じと言ったところでしょうかねしかしながら時のプミポン国王がやめえといいか減にせえと。 いうことでその一言でピタッと止まったということもありましたさて今回は隣国の話題でありましたけれどもしごろ彼らは日本をガラパゴスなどという言葉を使って揶揄しているつもりなんでしょうかしかしながら本当のところどっちが原始的なんでしょうかという話ですよね ガラパゴスというその言葉自体も本来は自力で独自進化を遂げるそんな能力を指す言葉でもあるわけでありますけれども彼らこそ自力で国を運営できたことが一時でもあったんでしょうかという話です。 ないからこそ今でもこうして必死になって日本に絡みついてねだるということをやめれないわけであります。それに比べたら彼らが見下す東南アジア諸国の方がよっぽど私は自立して立派だと思います。とにかく内側から腐っていようが腐っていまいがいちいち日本を語るなと言いたいわけですよね。自分たちで勝手に解決してくれと。 思うわけでありますけれども皆様はいかがでしょうかということで今回もここまでご視聴いただき誠にありがとうございましたチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ